はい、こんばんは、流進歩でございます。前回に、令和納豆っていうね、お店の話をさせてもらったんですけれども、前回のお話の中で、普通にそのお店を訪れて、初来店ですよね。初めてそこのお店を訪れて、納豆定食食べた、お客さんが警察呼ばれたっていうね、お話させてもらったと思うんですけれども、その方が、客観的なね、記録を残すっていうことで、後々のね、トラブルだったり、そういうことも考えて、動画を記録としてね、残されてた動画がありましたんで、それをちょっと目通させていただきました。で、あとね、生涯無料パスを剥奪されてしまった方の、動画、記録動画ですね、もう拝見したんですけども、かなり僕の中では怖かったですね。怖かった。普通に、例えばですね、すき家とかで、僕ちょっとすき家が好きな時期があったんですけど、すきパスっていうのがあるんですけど、そのカード、200円ぐらいで買えるパスなんですけど、毎食、牛丼が70円とかね、それぐらい安くなるんですよ。だから3回以上食べると、お得なんですけど、1ヶ月間だけ使える、有効になるパスなんですね。そういうパス持ってた方が、毎回牛丼頼むと。で、毎日牛丼食べに行ったら、突然ね、店員とか、そこの店長に、こっち来いみたいな感じで呼ばれて、いろいろと20分近くね、すごい、煙に巻かれるような話をさせられて、最終的にね、パスを剥奪されるっていうことがあったら、もう僕二度とすき家行かないです。仮にですよ、これ、例えなんですけど、そういうようなね、動画がありまして、かなりこれ怖い店だなと思って、1万円で買ったパスを難癖つけてね、取り上げるっていうね、そういうお店なんだなっていうふうに思いましたね。クラウドファンディングっていう言葉を、悪い方向に解釈をしているなっていうね、感じですね。クラウドファンディングって言葉を使えば、一応飲食店じゃないですか。飲食店なのに、そこでクラウドファンディングの話とか突然出てきて、クラウドファンディングの理念とかね、そういう話をして、そこに合ってないから、もうダメですみたいな感じで、難癖のつけ方がちょっと怖いなっていうふうに思いまして、で、ちょっと話戻るんですけれども、この、初来店でね、普通に納豆定食食べてたら警察呼ばれたっていうこの人に関しての動画もそうなんですけど、この店長がやっぱり社長っていうのかな、店長がやっぱちょっとすごい粘着気質の方 で、ちょっとインターネット依存があるのかなっていうね、風な感じがします。ツイッターとかね、ごちゃんとかFacebook とか YouTube とかね、ずーっと見ているようなタイプのとか、あとは、エゴサーチですか？もう常に令和納豆っていうね、単語で検索しまくって、自分のとこの評価どういう風になってんだとかね、Twitter のエゴサーチとかずーっとしてそうな感じの、結構粘着気質の人だなっていう風に思いましたね。で、何で思ったかっていうと、このお客さんに対して警察呼んだ挙句、あなたの携帯の中のデータ見せろとかね、住所とか名前を見せろみたいなね、身分証見せろみたいなことをもうずっと繰り返し100回ぐらい言ってるんですよ、動画の中で。で、お店の対応としてはもうこれ間違ってると思うし、人としての対応だったら合ってるかっていうと、こんなにしつこくしたらちょっと問題、心の問題、闇を抱えてる人なのかなみたいな感じで、だいたい一回断られたらちょっともうダメかなみたいな感じじゃないですか、人間って。で、2、3回断られたらもうあんまそこの領域って踏み込まないですよね、人間って。もう無理だなみたいな感じで、その別の方法を使ったりとかね、
するんですけど、この店長さんね、もうずーっとね、動画見せろ、あんたの中の携帯の中の、ね、データ見せろとかね、いや、見せないかったらやましいことあるんですかみたいな、なんか警察以上に警察みたいな感じで、こうそこまでする権限どこにあるんだろうみたいな感じで、まあ相当粘着気質の方なのかなっていうふうに思いましたね。うん。で、やっぱりね、僕だけじゃないと思うんですけど、普通の、お客さんは行かないと思うかな。ちょっと怖いですよね。なんか、何が原因で警察呼ばれるかわかんないですからね。なんか、ちょっとでも気に食わないことがあったら、パス取り上げるとか、なんか、警察呼ぶとか、なんか、まあ、お客さんも怖い思いしますけれども、怖い思いとかね、すごい10分も20分もその場に拘束されたりとか、この警察呼ばれた方なんか2時間拘束されたって言ってたんでね。ああ、なんか、ちょっと、普通の感性の人じゃないなって。だいたい10分も他人を拘束できる時間って何分ぐらいだと思います？僕10分も拘束するのは限界かなって感じですね。僕はこう普段のこう、誰か引き止めたりね、その時の会話とかとしてしてはね、うん、だから相当こう粘着気質っていうかね、すごい人なのかなっていうことは思いましたね。うん。まあなんだろうな、やっぱちょっと飲食店の経験がない人なのかなっていうふうに思ったのと。あと、ちょっと話話題変わるんですけども、今この、レバ納豆さんで扱っている納豆の消費期限の偽装をしてるんじゃないかっていう疑いが今出てまして、で、一例として、川口納豆さんっていうね、とこの納豆を仕入れてるみたいで、あといろいろ全国つつら、いろんなとこの納豆作ってる業者さんから納豆仕入れてるんですけど、まあそこもね、水戸納豆を広めたいがためにやってるんじゃないんかいみたいなね。他の地域から納豆を仕入れちゃったらね、地域活性化になってね、ないじゃんみたいなツッコミあるんですけど、まあそこはさておいて、ちょっと横置いといて、まあその仕入れてる、とこの元の納豆の工場で作られてる消費期限の、シールと、違う種類のシールが貼られているんじゃないかってことで、今、それを問い合わせしている方なんかがいるんですけど、これ、もしですね、もし仮に、例えば川口納豆さんだったら川口納豆さんで、製造した時に、まあ、消費期限書いてあるシールを貼るわけですよね。それを、令和納豆さんの方で、こう、勝手に剥がして、偽装してまた違うシールを貼ってるとしたら、これ、ものすごい大きな問題になり得ることだなと思って、これ大丈夫かいなって思ってるんですけど、ちょっとさっきネットで見たら、確かに川口納豆さんが作ってる消費期限のシールとデザインが全然違うんですよね。で、川口納豆さんの方を問い合わせても、これうちのものじゃありませんみたいな感じのことを言ってるんで、これ本当に大丈夫かいなみたいなね感じでちょっと心配をしているので、令和納豆さん、本当にいろんな意味で大丈夫かなっていうのを見て、なんかちょっと怖くなりましたね。なんか商売的にもうまくいかないというか、そういう警察呼ぶっていうこと自体が、お店のすごいデメリットになる、ブランディング力が下がるとかね、評判が下がるっていう、まあ、真逆の結果になってしまっているっていうことであったり、お客さんに、が店内で撮影しちゃいけませんみたいなことを書いてある一方、まあ、店内で録画録音を、まあ、お客さんの断りなくね、録画録音してて、まあ、そのデータ全て保存されてるみたいな感じのことを主張してるみたいなんですけれども、なんかもう、そこまで記録されてまで、
とか警察呼ばれるかわからない状態で食べに行きたいお客さんっているのかなっていうふうにね、僕はちょっとすごい疑問を感じたんですね。まあただまあまあ僕みたいな人間ばっかじゃないんで、ちょっと怖いもの見たさで行ってみようとかね、好奇心で行ってみようみたいな人はいるかもしれないんですけれども、まあちょっと僕の中ではかなり怖いかなっていうふうに恐怖感を感じましたね。恐怖感を感じましたね。なんか、携帯の中見せろってずーっと言い続けるんですよ。もう相手を洗脳するんじゃないかレベルでずーっと言い続けるっていうね。もう相手が、こう、根負けするまで言い続けるみたいな。これがね、ちょっと恐怖感を感じましたね。なんか、自分がどう思われるかとかね、あんまり気にしないんだなと思って、ね。うん、恐怖感を感じました。はい。まあ、ちょっと、皆さんどう思われるかはわからないんですけども、まあ、いろんな意味で令和納豆が今、こう、話題になっている理由っていうのが、まあ、僕、すごい今までね、ずっと情報を追ってたわけじゃないにしろ、なんか理由の断片っていうのは分かってきたような気がします。はい。まあ、今日はこんな感じでね、失礼いたします。はい。じゃあ、またねー。大丈夫かいな、本当に。